はい、じゃあよろしくお願いします。今回は冬休み前に今撮影してるんですけど、三平方の定理を学校でまだ勉強してないっていう方がいるんですね。さっきツイッターでちょっとアンケートで確認したら結構いたんです。思ったよりも。で、実際自分が塾講師やってる時も、塾では教えますけど、学校ではやらないっていう、まだね、やってないっていう方が結構いるんですよ。で、それってね、受験勉強において結構致命的だと個人的には思っていて、で、演習学をやってない方もいらっしゃったんですが、やっぱり三平方の方が多いのね。単元としては後になるので。なので今回はこの動画で三平方の定理の基礎の部分をザッて一気に鳴らしてやってしまうので、もしね、三平方の定理まだ勉強してない方とか、あとはちょっと不安な方っていうのは、確認のためにぜひね、見てもらえたらと思います。では早速行きましょう。でですね、今回は説明だけなので問題演習が入ってません。で、三平方の定理で覚えてほしいことは主に3つです。主役はホニャララ三角形、三角定規くん、直方体って書いてあるんですが、で、それぞれだけじゃないんですけど、問題演習が入ってる動画っていうのはもう撮っているので、それは概要欄、もしくはコメント欄とかに貼っておくので、そこセットで見てください。絶対そっちの方が定着するから。いいかな？で、まずですね、三平方の定理ってどんなものかっていう公式からいくんですけど、主役はここにもあります。主役はですね、直角三角形です。で、今いろんなね、都道府県、47都道府県、全部は確認してないんですけど、公立入試の問題いっぱい解いていて、その三平方の定理とか、円周角の定理が一回も出てこないとこなんてほぼほぼないです。多分 100% ないって言っても、間違ってないと思う。ちょっと不安なんで 99.9% って言い方をしますけど、ってぐらいに大事です。三平方の定理。円周角の定理もそうなんですけど。で、直角三角形が出てきた時に、あ、三平方の定理使うかもって反射的に思ってほしい。そのぐらい大事です。で、今ここに直角三角形、ここ直角ね。三角形があるんですけど、公式は一つです。一番メインで使うのは何かっていうと、長さに関する辺のね、辺の長さに関する公式なんですけど、斜辺ってありますよね。よく自分が滑り台の部分ってよく言い方をするんですが、これで言うとここです。C です。ここ。滑り台、滑っていくこの部分ね。斜辺を2乗します。辺の長さを。今だったら C を2乗するんです。それがイコール残りの辺。A と B ありますよね。残りの辺も2乗して足すんです。これだけです。これが三平方の定理。C の2乗、斜辺の2乗イコール残った辺を2乗して足してください。いいかな？で、ちなみにこれは余談なんですけど、三平方の定理っていうのは別名ピタゴラスの定理とも言われます。ピタゴラスってね、どっかで聞いたことあるようなんて方もいると思うんですけど、ちょっと定理はね、省略しますが、よかったらね、覚えておいてください。で、練習問題はしないよって話をしたんですが、1問だけ、これはちょっとメインなんで、三平方の定理の中でも一番メインになるので、1問だけさらっと流します。で、例えばどういう風に使うかっていうと、直角三角形がありますと、こうやってね。じゃあ、ここの長さ6ですよ。ここ3ですよ。ここ X ですよ。はい、この長さ求めなさい。みたいな感じで使います。で、どうやるかっていうと、斜辺の部分、今だったら X ですね。そこを2乗します。イコール、ちゃんとやっていくんだったら残りを2乗するので、6636プラスサザン角として、こうやって解いていく。で、x2 乗イコール、右辺を足すと45です。こうですね。で、この後どうするかっていうと、これは二次方程式でやったんですが、2乗を取ります。いいね。左辺の2乗を取る代わりに、右辺、右側にプラスマイナスルートがくっつきます。これ対応させて頭の中で。2乗を取る代わりにプラスマイナスルートをつける。そうすると、プラスマイナスルート45です。ちょっと幅がないので言っちゃいます。ルート45っていうのは直すと3ルート5ですね。9×5 なんでね。9が3の2乗で出てくると。で、こうなるんですが、辺の長さです、今。これはプラス3ルート5とマイナス3ルート5っていう2つの答えが入ってます。ただし、辺の長さにマイナスはないので、ちゃんと書くと、x は正。負にならないんでね。ならないから、x は3ルート5となるんです。なるんですって言っちゃった。なるんです。なる以下。こうなります。解き方としてはね。だから辺の長さを求めるときにどうせ2乗外してルートつけるじゃん。なので、先生によっては c イコールルート a の2乗プラス b の2乗。参考書とかにもこう書いてあるパターンもあります。解くときにはこれ使えよみたいな。でもちろんこれでもいいです。やってること一緒なんですが、元はここになっているので、ここは確実に覚えておきましょう。でです。で、これ覚えるっていうマークがついてるんですが、このね、直角三角形の中でも辺の比が非常に有名なものがあります。いくつかあるんですけど、ぜひ今回2つ紹介するので、これは覚えておいてください。覚えておいて絶対損はない。この2つ。で、もう1個がね、ちょっと長くなるんですけど、これ直角三角形です。辺の比です。どういうことかっていうと、1つが3、4、5ですね。3対4対5っていう。辺の比が、青にしときましょうか。3センチ、4センチ、5センチ。これ、絶対成り立ちます。こういう3、4、5になったら直角三角形です。絶対に。これは、もともとね、この5が一番斜辺だから、5の2乗。5、25だね。25イコール16たす9です。入れると。成り立つでしょ。だからこれ直角三角形になるんですけど、非常によく出てきます。この3対4対5っていうのは。で、元は3センチ、4センチ、5センチで覚えてもらって構わないんですけど、3対4対5って覚えておくと、例えば、全部の辺の比を2倍します。2をかけると、6、8、10になりますよね。つまり、6センチ、8センチ、10センチになっても、あ、3対4対5の同じだから直角三角形じゃんってわかるし、もっと楽をすると、ここ X になっててさ、6と8、さっきみたいにね、6と8って問題出てきたから、あー、6、8、10のやつか。って計算しなくても出すことができる。みたいなこともできるので、ぜひ3対4対5、これは覚えておいてください。で、もう一個よく出てくるのが、5、12、13です。ちょっと数がでかいんでね、めんどくせーって思う方いるかもしれないですけど、覚えておいて損はないので、3対4対5の直角三角形と5対12対13ですね、の直角三角形。これがね、10、24、26になってるのはほぼ出てこない。中学校の高校受験の範囲だったら、ここはこの長さで出てくる。5、12、13で出てくるので、ぜひぜひ覚えておきましょう。これがまずメインね、直角三角形。いいかな。で、まずこのね、公式を覚えたと。これ覚えた。で、次いきます。三角定規群です。皆さんね、三角定規、小学校の時から使ってると思います。もし、今みんながこう見てくれてる身近なとこにあるんだったら、カバンの中とかにしまってたら、ちょっと持ってきてください。絶対実際のものを見ながら聞いた方が分かりやすい。分かりやすいっていうか定着するから。いい？で、三角定規っていうのは2種類ありますね。この尖ってるやつと、こういうやつがあると。で、角の大きさが決まってますね。これはみんな覚えてると思うんですが、まずこの2つで直角三角形ですよね。間違いなく。で、この尖ってる方が、ここが30度、ここが60度になってます。で、こっちは両方とも45度と。これは決まってるんですが、なんで今回これを出したかっていうと、この直角三角形、三角定規ね、に関しては、辺の比が決まってます。さっきみたいな感じです。3対4対5みたいな感じで決まってるんです。で、それを必ず覚えると。で、どこから覚えるかっていうと、まずこっちですね。数字としてはこっち。1対2対ルート3です。もう一回いくよ。1対2対ルート3。で、1がここです。1。で、2が斜辺です。で、こっちがルート3です。いいかな？間違いやすいポイントとしては、2とルート3が逆になるっていうね。逆になる。これ結構やらかします。だからもし受験の時とかにね、1はさ、いけるんだよ。一番短いとこ1だろうなってみんな気づくから。で、2とルート3、このね、どっちだっけっていう確認の方法いくつかあるんですけど、この公式に当てはめて、例えば斜辺がさ、2乗すると2の2乗で4でしょ？4イコール1の2乗1足すルート3の2乗。ルート2乗するとルート外れるから3になって、ああ、4イコール4で成り立つからこっちだってなるわけよ。もしこっちをルート3にしちゃうと、この式成り立たないからね。3イコール1足す4になっちゃうから、3イコール5になって、あ、違うじゃんってなって気づいてもいいし、あとは、この三角形ってさ、このこの部分の方が、ここが一番長いんだよね。斜辺が一番長くなる。必ずこれはルールとしてなるから。三角形書いてたらさ。で、ルート3でしょ ?2 って無理やりルートにすると、ルート4じゃないですか。じゃあ、ルート4とルート3どっちが長いってルート4の方が長いでしょ?長い方をこっちに持ってこないとおかしいじゃんか。っていう風に思い出してもいいので、1対2対ルート3。数字はね、結構リズムでみんな覚えられるので、場所を確実に覚えてください。いいかな?で、こっちです。こっちはですね、1対1対ルート2です。で、まず、まあこれ直角二等辺三角形なので、こことここ長さ一緒ですよね。なのでそこが11になります。同じだから。1対1対。で、残った斜辺がルート2となります。いいでしょうか。これはですね、まあ細かい問題は動画の方、別のね、問題演習の動画の方で見てもらえたらと思うんですが、まあ、ざっくり言うとですね、辺の長さを出すときに使うわけですよ。三平方。一回一回これを使わなくてもこっちの方が簡単に出せる方法がいっぱい出てくるわけです。あとは受験の問題とかだと、辺の長さを着目して、あ、この三角形1対2対ルート3になってるから、三角定規になってるんだ。ここの角度30度じゃんみたいな。そういうことでも使えます。それちょっと応用形になりますけど。で、長さ出すだけだったら、例えば1対ルート2だから、ここの長さ。例えばここがさ、6センチだとしますよね。そうすると、この斜辺の部分は、ルート2倍じゃないよ。なんでルートにした ?2 倍だ。ごめん。ここは2倍になります。1対2だから。つまり、ここが6センチだったら、ここは2倍で12センチになるんです。で、同じように、ここは1対ルート3だから、ここをルート3倍することもできます。ここの縦の長さっていうのは、6のルート3倍なんで、6ルート3っていうことがすぐ出せるんです。これを覚えておくとね。まあもちろんこれだけじゃないけど、使い方としては。まあ、こういう感じでやってください。いいかな?で、3番、直方体です。まあこれ直方体って書きましたけど、立方体でも使います。立方体でも使うんですけど、一応今こっちの方が説明楽なんでいきますね。で、直方体。例えば体積求めるときって、縦×横×高さっていう、この3つの長さを使うじゃないですか。縦と横と高さね。で、例えばそれをですね、縦を A、横を B、高さを C と置きます。その時に、この直方体の対角線の長さを求めなさいみたいな問題がちょろっと出てくるわけです。受験とかでもね。で、対角線どこかっていうと、ここからここまで、もしくはまあ逆でもいいんですけど、反対でもいいんですが、わかりやすいんでここですね。中ちょっと突っ切っちゃいます。これが対角線です。ちょうどまあ反対側の頂点をつないだところですね。対角線なんですが、ここの長さ、がサクッと出せます。公式です。で、ここまあ X ってしておきましょう。で、もうこれ公式で言っちゃうか。この長さっていうのは、A の2乗、まあ、全部2乗します。で、ルートをつけてください。これが長さです。で、この前段階としてあったのが、ちょっとカッコにしとこうか。X2 乗イコール、対角線を2乗すると、縦、横、高さ全部2乗したものを足したものと、イコールになりますよっていう。まあ、つまりこれと似てるんだよね。まあ、これにちょっと応用形というか、発展させたものがこれになっているので、この出し方、対角線の出し方もぜひ覚えておきましょう。ということで、ここまで、ちょっと長くなっちゃったね。まだスペースがあるんでちょっと話します。少し話すんですけど、確認しておきますね。まず、三平方の定理。ピタゴラスの定理っていうのは、主役は直角三角形です。一番絶対に覚えなきゃいけないのはこいつです。こうやって辺の長さを出すんだと。今回は斜辺を出してますけど、当然、こことここの長さが分かってて、この3を出せってことも出てきます。でも使うのは同じです。同じでいけると。で、三角定規くんです。これもめちゃくちゃ使います。1対2対ルート3、そして1対1対ルート2っていう比が決まっていることを覚えておきましょう。で、直方体ですね。で、これも、対角線がこうやって公式で出せるので覚えておいてほしいと。そしてですね、まあ、これは問題でこんなんもあるよっていう話なんですが、例えば円がありますよね。で、円の中心があって、こう、弦があると。AB があるのね。でそしてじゃあ中心 O から弦までの距離がじゃあ 2cm とかにしようか。2って問題文に書いてありますと。でその中心から弦までの距離って必ず垂直に交わるんで、こう垂直になるんですよ。垂線になってるんでね。で、あとじゃあ半径を与えられると。じゃあ半径どうしよっか。5とかにしようかな。半径 5cm ですと。その時に、この弦 AB、ここです。ここの長さを求めなさい。みたいなね。だから一瞬三平方じゃなくねって思うかもしんないけど、もろに三平方です。これに関しては。どうやるかっていうと、ちょっと方針だけ話すね。半径5って分かってるので、ここに線引きましょう。これ半径ですよね。だからここ 5cm なんですよ。もう見てね、あって。直角三角形出てくるじゃないですか。で、中心からここまでの弦、こう引いて、ここを X って置くと、まあ X は出せそうですよね。この公式使えば。直角三角形で、あと残りの2つの辺の長さが分かってれば、この公式で絶対出せます。で、暗算しちゃうか。すると、ルート21だね。ってなる。で、今出したいのは、落としましたね。弦 AB なんですよ。弦 AB で、これ、中心で切った時に、こっちも X です。ちょうど半分になるんで。だから、AB に関してはこれを2倍して2ルート21ですよ、みたいな。が出てきたりとか、あとはもう受験でめちゃくちゃ見るのが、まあ、こいつですね。ちょっとまあ横から切ったから、若干形変化も。まあ、じゃあ許して。円錐ですね。円錐。まあ、円錐だけじゃないんですけど、円錐で、例えば、母線なんだろう、13が多いかな。じゃあ、ここ13にしようか。母線13。で、下の底面積、底面の円の半径がまた5にしよう。じゃあ、こっちも。半径5。ここですね。5。の時に、この子の体積、求めなさいみたいな。まあ、これ王道です。めちゃくちゃよく出てくる王道パターン。でどうやるかっていうと、まあもうね話長くなっちゃうんだけど、円錐の体積っていうのは、まあ円錐だけじゃないけど、ホニャララ錐の体積っていうのは、底面積、底でいくね。底面積かける高さかける尖ってる。ホニャララ錐なんで3分の1をかけます。これが公式ね。でさ、底面積はさ、円なわけよ。今、円、底面円だからね。ってことは、半径かける半径かける π で出せるので、まあ 5×5×π だから 25π はわかるんだわ。もうすぐに。でも、体積出そうと思った時に止まるわけよ。何が止まるって高さがわからないから。やべえっつって。じゃあ高さ出したいなって考えるから、高さどこかっていうと、ここなわけよ。こうなってる。で、何が使うかっていうと、高さを下ろしてきたらここ、垂直なんだよね。ってことは、ここに、直角三角形出来上がるわけですよ。ってことで、辺の長さが下と斜辺2個出てるから、あ、三平方を使えば高さ出せますよねっていうふうに気づく。で、高さ出せれば OK じゃん。でちなみに、あ、これたまたまなったけど、これ今5と13になってるから、こいつなんだよね。5対13だから残り12でしょ。まあ、ちゃんとやってもいいけど、これ12ってすぐわかる。だから高さ12かける3分の1ってなるので、あと計算すれば 100π かな。で、OK と。いう形になります。もちろんね、他のパターンもたくさんあるんですが、まあ、ひとまずね、ちょっと手短に三平方をパッて、まとめた動画を提供したいというかね、見てほしくって、絶対分かってた方がいい。この時期に。冬休み、過去問とか頑張りたい方は必ず見てください、先に。で、まだ時間に余裕があるというか、もうちょっとちゃんとやりたいなっていう方は、最初にも言ったように概要欄とかコメント欄にリンク貼っておきますんで、そこで問題演習して、ぜひ冬休みの勉強に活かしてもらえたらと思います。では、ちょっとね、ざっくりな感じになりましたが、今回は三平方の定理についてまとめさせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。